お、どうも、母ちゃんです。今日はね、いつものお店を飛び出して豊洲ぐるっと公園っていうところに来てるんですけれども、ぐるり公園か、そうか、ツッコミがあったね。目の前東京湾があって、まあ海沿いなんだけど、海沿いに来て山の話をするというね。今日のお話はマウント富士ヒルクライムですね。富士ヒル、こちらの動画見てくれた方いるかなとは思うんですけども、ビジョンムレから3人ですねチャレンジするっていう感じになってるんですけれども、ちょっと前に動画でヒルクライムが苦手嫌いだという話ですね上げてたと思うんですけども、でもまあ挑戦するからにはちょっとベストを尽くしたいということで、なんとかねヒルクライムを克服したい、うまく走れるようになりたいっていうので、ちょっとね、その辺に頑張ってるっていうところで、中編という感じで今回では取り上げたいと思います。で、中編って何やんの？練習だけっていうのもあれなんで、まずヒルクライムレース僕出たことないんですよ。で、ヒルクライムのレース出たことないから、どういう風にレースやってるかとか、どういう風に走ってるのか、どういう雰囲気になるかわからない。だからツールド福島さん、リンク東北さんですね、こちらが主催されているバンダイアズマヒルクライムっていうのにですね、ちょっとチャレンジしようということで、ちょっと僕申し込みました。申し込んで試走から本番までちょっとねこういう風にいろいろやってきたよっていうのでね、現場でね僕ね自撮りしてきたので、そちらの方交えてですね、ご案内できればと思うんですけれども、ヒルクライムですね、何が僕苦手か嫌いだったかっていうと、まずねスピードが出ないことですね。やっぱり自転車楽しいなと思うのは、歩くより走るよりスピードが出るってことだったので、あのヒルクライムスピード出ないからやっぱりちょっと爽快感がないっていうのと、これ僕勘違いしてたんですけども、レース用意どんでパーンってスタートすると、あの勝ち込んじゃう癖あるんですよ。これもうシクロクロッサーの癖なんですかね。号砲が鳴るとうわーってもう攻め込んじゃう癖があるんですよね。なので最初じわじわ上げてって、手を抜きすぎるぐらいで最初入っていって、じわじわ調子見て最後にオールアウトするようなイメージで組み立てていくといいよっていう感じで、ちょっとねヒルクライムのね練習行った時もそれをイメージしてちょっと走ったんですよね。なのでちょっとねあの動画撮ってきてるので、ちょっとねこちらの VTR でどうでしょう。はい、道の駅土湯を、ちょっと今日はねヒルクライムの練習で来ました。富士ヒルに向けてということなんですけども、バンダイアズマヒルクライムっていうのをねちょっとね申し込んだんですね。その前哨戦としてね出るからにはね、あのちょっと試走しておこうということでね、福島県遠いねあのね自宅からね300キロぐらい離れてて、こんなんだったら富士山来た方が良かったかもしれないね。まあでもいずれにしろちょっとね、出るからにはですね、あのちゃんとねやっておこうということで、ちょっと試走したいと思います。いや坂道はね嫌いですね。何が嫌いかってね、スピードが出ないのがね嫌いですね。やっぱり乗り物乗ったからにある程度スピード出したい人間なんですよね。っていうとちょっと反社会的な発言かな嫌になっちゃうね。眺めはいいけどね、坂が綺麗だってのは本当にな。浄土平、吾妻富士ってのがあって、多分ゴール地点だと一応ねルートだったね、この辺がゴールで、標高がね、だいたい1600ぐらい、そこのね、山には1707m って書いてあるけど、あれ山のピークだね。道路のピークはね、多分そんなに高くないかな。ヒルクライムやったことなかったんで、いろいろ先輩方に、聞いて、登り方とかアプローチの仕方とか聞いて試してみたんですけどね、今日ね、多分今までで多分一番登れました。心拍もね、最初からねシクロクロッサーの癖でね勝ち上げちゃう癖があるんですけど、ちょっと遅すぎるぐらいのペースで、入っていって、で徐々に徐々にペース見ながら調子見ながら、淡々と上げていくみたいな感じ。まあ今のところ上々じゃないですかね、いい感じだと思います。まあ、でもまあ上々っつってもね僕速くないからね、坂道はね、増田君の方がね多分速いと思うんですよ。あの彼の方が FTP 高いんで情けないことに僕がレースやってるのは FTP でレースしてるんじゃなくてね、こすい走りで生き残る作戦で走ってる人間なので、ちょっとヒルクライムはねこすい走りで残るっていうよりね、VO2 MAX 選手権みたいな感じになっちゃうんで、生き残れるかどうかっていうことですね。下腹
息薄いから喋ってるとね、息切れちゃうね。ね。Walking through the valley of the shadows. I let them tell me who I was. お、待ってるね。はい。ちょっとね、今日天気がいいね。崩れちゃいますね。まあそんな感じでね、あの練習の方をやってきたんですけども、まずあの練習走ってよかったっていうのは、まずコースが分かるっていうのももちろんそうなんですけれども、なんかねすごい軽やかに走れたんですよ。なので走る、なんで軽やかに走れたかっていうと、あの体重が絞れてたりするのかなと思ったけど、そんなことなくてですね、正直ちょっと重めかな、 61.5 キロぐらいなので、まあもう2キロぐらい絞りたい感じだったんですけど、体のコンディション的にも練習をずっとやってるんで、疲労をすごい抜いてるわけじゃないのに、なのにすごく気分よく登れたんですね。でやっぱりね、最初からねぶっ込むと良くないんですね。僕の場合はあの心拍計で管理して走ったんですけど、だいたい僕あの最大心拍がですね、あの200ぐらいなんですよ。190後半から200ぐらいなので、スタートだいたい150ぐらい目安で入っていって、160台で、で中盤あの5分ぐらい経ってから170に上げてみたいな走り方をしたんですね。そしたらなんかね、激坂でダンシングもうまくいくし、で淡々と登っていく感じも崩れずに最後まで走れたので、これは結構いけるんじゃないかっていう感じだったんですね。本番の方ですね、挑戦した感じはどうだったかっていうのも、これもねちょっとね収めてきてるんでね、まあさすがにレース中はちょっとね取れないんですけれどもね、走行シーンがねないのはちょっと物足りないかもしれないですけどね、ちょっとこの辺ね取ってきてるんで、どうでしょうか。どうぞ。東ヒルクライムに来ました。これ土湯温泉というところだね。後ろにちょっとねチームメイトのねウィンディーの皆様が見えてますけれども、今朝8時前ですね、8時半過ぎぐらいから順次スタートしていって、8時46分とかだったかな、スタート時間がね。でさっきお通じもね終わらせたんですけど、やっぱりねシクロクロスやってるとね、お通じのタイミングとかね、体コントロールできるからいいねって感じですね。体の調子は上々なんですけども、今日は、ちょっとあくまでもヒルクライムのレースに慣れるということで、ちょっと今日はレースをしないレースしないで走ろうと思ってますので、ちょっとここからねスタート地点まで行って、この、ね、荷物ね、ドロップバッグ、これをね預けられるということで、ちょっと預けていきたいと思います。はい、今日のバイク、こちらですね、ビアンキ 928SL ISP ですね。以前バイク紹介でもね登場しているモデルなんですが、今回ヒルクライムのレースに合わせてホイールはレーシングゼロカーボンモデルですね。でタイヤは、パナレーサーの最近出たアジリストライト、新しいですね、 25C 入れてます。ギアはですねもうほんと普通ですね、5034の 1128T、デュライエースのスプロケットが入ってます。スラムのスプロケットの方が軽いんだけど、まあギア比的にこっちの方がいいかなっていう感じですね。あんまりクロスをしてないタイプになります。ローターのねカーボンチェーンリング軽そうに見えるんですけれども、これそんな軽くないですね。ただまあ剛性感があるんでね、上がりやすかったりするのでプラクシスから変えてます。車体の重量だいたいこれで7キロぐらいですかね。ものすごい軽いっていう感じじゃないんですけれども、扱いやすく仕上がってるかなと思います。スタート地点ですね。天気非常に良いように見えるんですが、ちょっとこれね見たことないかな、木なんですよこれ、木めっちゃ揺れてるでしょこれ、風がね強いんですね。なのでこれ多分これから登っていくともっと強くなる感じになるので、煽られないように、特にね登ってると体力が減ってくるので、すごい大変な感じになっちゃうと思うんですけども、転ばないように煽られないように安全運転で大事を取ったケースでいこうかなと思います。まあね、今日はあくまで富士ヒルの前哨戦という感じなので、ちょっとレースするという感じじゃなくてヒルクライムになれるって感じですね。あ、いいっすね柴田さんタイガーがいますねタイガーがいます。マリさん調子はどうですか。登り等ない登り等ない、登るぞ乗るぞ。トローリー。おお。スタートラインに向かってます。人がいます。茨城シクロクロスの田辺さんですね。いや緊張しますね。スタート前は。ね、のんきにビデオ回してますけど、社長に撮れと。
言われてるので後々 YouTube に上がります。頑張りましょう。頑張りましょうね。はい、どうなっちゃうんでしょうかね。僕はどうなんでしょう。本当に Think I love you, think I love you badly。ね、結構いいペースで走れたと思います。なんかね、レース中なんか電話がずっとかかってきてね、集中できなかったからね、それがちょっとしんどかったね。なんかね、僕の和風の再婚ね、電話かかってくるとね、再婚にルルルルって着信するんですよ。でこれがね、もう何度も何度もかけてきて、取れなかったら時間置くとかあるでしょ、ね、そんな感じでした。まあ終盤までね、目標で崩れず走れたんで良かったかなとは思います。タイムはまあわかんないな。でも正直今日はね、タイム目標とかなかったんで、終盤まで崩れず走るってね、ベスト尽くすね、それはできたかなと思います。ただちょっとゆっくりすぎたかな。もっと攻め込んでも良かったかな。出し切ったと思ったし、なんか終盤とか手足しびれてきてるから、なんかもうだいぶね、有酸素ビンビン来てるなって感じあったけど、でもなんかもっと攻め込めた気がするんだよね。だってね、シクロクロスのレースの方が辛いもん。シクロクロスのレースの方はこんなん取れないもんね。取れちゃってるもんね今日ね。でもまあ今日は前哨戦なんで、ちょっとまあ雰囲気掴めたんじゃないかなと思いますね。富士ヒルはもうちょっと攻め込もうと思います。お、今度こっち。カメラどんどん離れてる気がするんだけどね。まあ、というわけでね、バンダイ東ヒルクライムですね、チャレンジしてきていかがでしょうでしょうか。ね、今回正直な話、順位とか自己ベストとか分かんないんですよ。僕ヒルクライムやったことないんで分かんないんで、とにかくレースの雰囲気をつかむっていうのと、終盤まで崩れずに走る、まあ、あとは満足感かなって思って、で今回ヒルクライムのイベント、富士ヒルの前ですけど、チャレンジしていろいろ思ったのは、意外とヒルクライム悪くないぞっていうね。僕正直ヒルクライム苦手で嫌いだったんですけど、ぶっ込みすぎないでマイペースで走ってれば意外と楽しいんじゃないの。でギアなんかも僕今回1128T で走ってて、それでまあレースだからね、あくまでもね、それでガンガン踏んでいこうっていう作戦ですけれども、それこそ最近ね、ロングケージのディレイラーも多いですし、 30T とか 32T とか入れて、もう本当にね、歩くようなスピードでえちらおちら登ってもなんか楽しいんじゃないっていう感じがちょっとしました。なのでやっぱヒルクライムのコツっていうのは、前々から言われてることですけど、頑張りすぎないことなのかなとかちょっと思いつつ、でもね、まあ、レースだからね、もちろん自己ベストを尽くすんですけども、最初からぶっ込まずに上がりすぎずに、なんかマイペースで、頑張って、頑張りすぎずに頑張るっていうね、そういう感じがいいんじゃないかなって、ちょっとね、なんかちょっと見えてきた気がしますよっていう感じなんで、なので、多分ね、スタッフ、増田とかもね、正直ね、増田くん、バイトで頑張ってる子なんですけど、彼も出るんですが、はっきり言って、FTP は彼の方が高いんですよ、僕より。僕実は実業団選手で、シクロクロスレース出てますけど、実はベースそんな高くないんですよ、 FTP 自体は。ちなみに僕体重が、大体60から62ぐらいを行ったり来たりしてる感じなんですけど、それで、FTP が大体220から230ぐらいなんですよ。なので4倍ないんですね、大体3倍半ぐらいで、ヒルクライムの速さっていうのは FTP この何倍で1時間踏めるかみたいなところがあるので、そういった部分だと増田君の方が実は僕より FTP 高いです。じゃあなんだよ川崎はっていう話なんですけど、僕は逆にインターバル能力がすごい強いんですね。要するにこれどういうことかっていうと、一定のパワーで踏み続けるよりもストレートパンチを何回も繰り出すのが得意なんですね。だからその400ワットとか、450ワットみたいな8倍とかそれぐらいを5回、10回って何度も何度もインターバルで繰り返すのが得意なタイプなんで、まあ、典型的なクリテリウムとか、シクロクロスとか、ああいうね、ノーガードの打ち合いみたいなのが得意なタイプなんですね。なので、まあ、ちょっとヒルクライムっていうのはちょっとまあ今までトライしてきてなかったんで、果たしてどうかみたいな部分はあって、まあ、ちょっとね、いろいろ勉強してこういうような走り方がいいよっていうね、部分でね、伸びしろとか考えてたんですけど、ちょっとなんかね、見えてきた気がしますよ。というわけでですね、富士ヒルクライムね、あと天気だけがちょっと心配かなって感じですけれども、当日はですね、スタッフ三井とスタッフ増田と、一緒に頑張っていきたいと思うので、ぜひ当日会場で見かけたらね、ねぎらっていただければいいんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いします。バイバイ。